実を言うとですね、かなり結構やられてるんですよね、率的には。そうなの？俺ね、そこまで打ってる記憶はないんだよね。91打数31安打、はい、3割4分1、打ってんな。対戦してる時にほとんどピッチャー返しにしてるなっていう。そう、まあ、最後僕があのぎっくり腰になったのも宮本さんピッチャーゴロを取った時にあれはもうダメな当たりだけどね。いや、まあでもちょっと叩きつけたようなブンブンっていう感じで来たんですけど、結果的に右に飛んでると思うんですけど、うん、基本はセンター返しをしようとしてるなっていうのは分かるんですよ。本当はそう。で、そうですよね。特に謙信の場合はやっぱカットがあるから、はい、カットを右を取ると全部ファウルになってことですね。だからピッチャーの足元からセカンドの間にあそこに打っていくっていうイメージでいくと、ちょうどこっちが飛んだりとか、 うまいこと引っかかったりとかする。だから意外と僕の場合、井端と宮本さん違いって、井端はどっちかというと右の方にこうフォローを出していくって感じですけど、これ言葉悪いですよ、うん、宮本さんどっちかというとなんかあっち向いてホイのように見えますよね、うんうんうん、こう、 そうそう上からかぶせる。俺はだから向こうに打つっていうよりかはどちらかというとポイントを近くして粘るっていう時ですよね。そうそうそう、近くするっていう方。そうですね、追い込まれた時に近くしてるからそっちってことですよね。そう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 、同じ2番バッターでもちょっと、まあまあ、そうですね、違うかなっていう。宮本さんより上に行くショートはそんなにいないだろうと今まで、うん、でも同じ系統もしくは俺より上手いって、なんかちょっと違う種類だけど上手いな。俺は小坂だよね、やっぱり忍者のような。やっぱりね、そのちなみに同級生ですか？違う違う、小坂はね2つ3つ下じゃん。あ、そんな下なんですか？で、社会人の時に、はい、俺が大卒1年目、はい、で彼は高卒3年終わった時に新人研修って、あ、社会人も、アグヒ球場で、名古屋の、名古屋の、愛知県の、はい、アグイ球場で、あんなとこで。俺その時あんまり周り見てなかったんだけど、はい、1日目終わったら小坂がさ俺のとこ来て、で、JR 東日本と小坂なんですけど、守備教えてくださいって来たんだよ、はい、で、あ、いやいや俺はもうそんなコーチに聞きなとかっていう話してたんだけど、はい、で次そんなん言ってくるからさ、どんな選手かなと思って見てて、で体力測定とかもあったの、あ、ほんならさ5段跳びとか3段跳びとか、はい、異常に飛んでた、ピョンピョンって。あ、そういう感じ。すげえと思って、足は速いっていうイメージはあったんですけど、うん、バネがあって、うん、で打球に対する感もいいし、うんうん、で感プラス足があるじゃない、はいはい、だから、まあ、周りも当然見えてるだろうし、で、まあ、いつもそんな派手なプレーしないじゃん。派手じゃないし、なんか肩が強いっていうイメージじゃないですもんね。そう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 、ね、だから俺が小坂に唯一勝ってるっていうやったら、まあ、スローイングだよね。まあ、特に宮本さんスローイングはね、もう、まあ、ね、ど真ん中にしか投げないっていう。でもトータルで言うとやっぱりちょっと小坂はな、やっぱちょっと別格だな。僕のイメージ小坂さんってなんか最後手伸びないですか、あれ、怪物くんみたいな。イメージなんですけど、あれでもね、山際強いやつってあれなんのよ。意外と今まで確かに僕もずっと見てきて、ああいう取り方する人いないですよね、うん、最後ビヨンビヨンってこっちも両方伸びるような、うん、伸びるね。小坂は本当に、確かに小坂ぐらいかな。あとはそのタイプがいろいろ、もちろんショートの中であって、うん、はい、じゃあここは負けてるか、ここは勝ってるなとかっていうのがすごくこうね、うんうん、まあ、現役なんかやってる時なんか、はいはい、特にライバル心はあるから、はいはい、ね、俺が絶対一番上手いと思ってやってたけど、うん、はい、小坂は確かに、小坂さんはあの取ってそのままファースト走った方がアウトになるぐらい足が速い。本当に速いですよね。いやでもあいつが打ったらさ、もうすごい選手だったね。本当すごかったですよね、うん、僕が勝負してたのはもう巨人にいた頃だったんで、もうちょっと落ちてる、落ちたけど、ロッテにいた頃のすごかったね。すごかったですもんね。本当目立たない存在でしたけど、うん、派手じゃないんで。本当小坂ゾーンって言われて、ね、ありましたよね、うん、もうあの落ちないですもんね、あのポテンヒットっていうのが落ちない ね。同じショートで2番手に井端さんのことを意識されたりとかっていう、あんまりそこまでは意識してない俺はね。
何個違うんかな。5つ違います。井端は僕の同級です。井端はね5つか。で多分当時今ってこうショートって大型だったり、うん、2番ショートっていうイメージっていうよりもいろんなことができるショートっていうのは今少ないですよね。少ないね。昔は主流じゃん。河合さんから始まってさ、宮本さんの前河合さんですよね。そう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 。河合さん、久慈さん、そうそう久慈さんもそうで、ちょうど宮本さんで石井拓郎さんが一緒ぐらいの一緒一緒のイメージですか。そうそうそう、ショートで始めたのが俺が入ってショートでレギュラー取ったぐらいにショートコンバートされたんじゃん。それぐらいですよね、うん、だいたいそれぐらい。だいたいだからね、そんな感じで。その後ぐらいからやっぱり野村健次郎さんもショートで、まああの時はね、やっぱホームランで、ホームランで、あのね、みんなそうなんだけど、うん、あの時ってまあゴロゴロいいショートいたじゃん。いましたね。その守備、まあ打つのも含めると、もっといいわ。福留孝介もショートですからね。ああむちゃくちゃやん結構星野さん我慢して使ったと思うよ1年目は使いましたよね。使った、すごいと思う。すごいですよね。でもそっからな、外野の名手になるわけだから、それもすごいけどさ。すごいです。コンバートでドラゴンズが鳥越とかやって、そうですね。そう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 、金田さんとか、そう鳥越さん、そうで神野とかも、ね、あ神野さん、俺同い年やからさ。神野さん同級生ですか、うん、であの辺がこうレギュラー争いしてて、で井端がひょこっと出て例だったし、結局そうですね、コウスケがいなくなって、まあ、外野に行ってうーんっていう誰かが守ったりしてる時に出ましたね、井端がね。みんなお互い負けてないと思ってるわけよ、わかる。俺の方が絶対うまいってみんな思ってる、はいはいはい、出ないと逆に良くないですよね。そうそう、そういう気持ちがないと思ってて、もう俺なんかもう井端はずるい、荒木とセットだもんって思ってたもんこれね、みんな聞いて本当セットなの。荒木もそう思って出ると思うんですセットですね、洗い場、うん、あのまあ、これはね、だってその変なプライドなわけよ。いやいや、わかる、ね、だって宮本さんの時セカンドっていつも変わってたじゃないですか、うん、基本的にドバスさんやったけど、ドバスさんもこう変わったり白石が入ったりとか、まあいろいろだから ね、 ね、あの落合さんのね、洗い場キャンペーンにやられたね。あれキャンペーンすごかったですね。2004年からのあのキャンペーンノックもありましたし、あれからやっぱり洗い場がちょっとこう、でもそこでやっぱ彼らがレギュラーの時に上昇チームになったっていうのは、もうこれはもう認めざるを得ないよね。そうですね、うん、彼らがやっぱり二遊間いて、うん、でまあ重がキャッチャーでっていうところで言うと、う、ね、まあそこはもう認めないといけないね。実際勝ってたんだから。実際ね、僕も本当にその攻撃のは別として守ってて、まあ重さんもそうじゃないですか、うん、ほんで二遊間じゃないですか、うん、コーチいらなかったですもんね。あー、もうコーチがそこにいるの感じだったんで、重さんも肝心な時にはマウンドに来て、うん、でこうショート誰か呼んでとか、なんかあれするよとか、なんかいろいろ来るぞとか、うん、でまあアドバイス的なことが入ってくるじゃないですか、うん、試合の中でのアドバイスが。その中で意外とあれ集まってくるって、どうでもいい話かと思うと、意外と当時は谷繁さんとかみんな集まった時っては本当まあまあ真剣な作戦面が多かったです ね。古田さんもそう、うん、あそうなんですね。もうね、あそこは確認作業、こうなった時はこうやぞ、うん、でもここ1点いいから2点目防がなあかんか、こうやって守ってくれとか、そうですよね、でこうやって攻めていくからお前こっちなとか、うん、だからやっぱりこのセンターラインが固まった方がいいんですよね。その意味も分かるっていうのもあるんでね。昔の人はね、もう早終わらせてでも行くぞとか言って、うん、そんな言ったことないやみたいなないみたいな。そんな、例えば宮本さんが1年目ぐらいの時ありました、実際ないと思う。全然ないっすよね。俺も入った時、古田さんががっちりもレギュラー、ああもう中心選手やったから厳しかったんですよね。厳しい厳しい、もう本当にあの副島なんかあのフェンス怖がってこうファール、ピッてファールフライ取れへんかった。聞いたことあります。マウンド来たら、お前フェンス怖がるの10年でもうねマウンドでおおみたいな、怒ってるぞみたいな。でもやっぱそれぐらいになりますよね、うん、だからあそこではもう本当確認作業ですよね、うん、で最悪こうなった時にはこうするぞっていう、うん、だから谷繁さんと2人の時、谷繁さん急に僕だけに来て話す時は何もないけど、まあ取りに来ただけとか、あのその後の初球だけ気をつけろとか、無理に勝負するなよぐらいは言うぐらいですけど、あの二遊間来た時だけやっぱちょっといろいろ指示してきますよね。もうインコース突っ込んでいくからこっち寄っとけよとか、全体的にとか。まあチームってやっぱりだから、ただその選手が言われた通りするんだけど、それ以上にアレンジかけれるチームは強いですよね。そう
本当の野球小僧みたいなのが少なくなったんかな。そうですね、うん、ああでもないこうでもないって相手こうやったら嫌がるかなとか。野球知らん人が野球小僧になってる人じゃないですか。だからとかそういうやつでしょ数字出してきたりとかもうこれちょっとぶっちゃけ話していいですか。いやもうしましょうよ。僕